とブリサ。ああ、素敵なパジャマね。ありがとう、新しいのよ。風船はいかが？ねえ、今日蝶々を捕まえに行くんじゃないの？風船を膨らませてるの楽しいよ。どうぞ、リアの新しいパジャマに似合うよ。気づいてくれたんだ。もちろんコニーとナーラも新しいパジャマなの。あの浮いてるのリサじゃない？リサ、動かないで。助けてあげる。口を開けないで。飛んでいっちゃう。わかった？なんとかして助けなきゃ。任せて。リサ、泳ぐように前足を動かしてみて。大変、もっと上に行っちゃった。こっちよ、急いで。重たいものにつかまれば降りてこられるんじゃないかな。私の家に行こう。この箱すっごく重い。これを落とせばきっと降りられる。何やってるの？やめて。リサがぺっちゃんこになっちゃう。そうかもね。えい、あー、避けて。うわー、待ってリサ。待って。ダメよ、止まって。リサがいなくなっちゃう。しなきゃ。リサがぶつかっちゃう。あ、そうだ、虫取り網よ。リサを捕まえましょう。えい。あっ、えい。ちょっと、えへへ、あははは。心配したのよ。マジックギア。わー、すっごく綺麗。飛んでる。楽しい。もうやめて。何か見えるか見に行った。あら、危ない。コニー、どうしたの？病気なの？うん、大変な病気なの。ホワイトチョコ？ダメよ。気分が悪くなる。他のものにして。どこが悪いの？ここよ。おお。具合が悪いときは何でも頼んでいいのよ。私、すっごくお腹が痛い。痛い。うん、私も。コニーは病気だから、お願いを聞いてあげてるの。うん。私たちも病気なの。持ってきて。もっと泡を作って。他の色欲しい。お腹すいた。イルカがいい。スポットはどこ？ちょっとわがまま言いすぎちゃった。ペットたちかわいそう。ごめんねキューティー。私たちが看病してあげる。賛成。マジティア。すごい。何か欲しいものは？え？新しいタブレットよ。子猫が可愛いの。見せて。本当だ。すごい。また子猫だ。たくさんいる。遊びに行こう。いいね。よし行こう。ダンスしようよ。それにかくれんぼも。ケイティは？行く。タブレットを使うのは後にすれば？見て、新しい子猫ちゃんだ。子猫よ。私たちと遊びたくないみたい。そんなことはないよ、きっと。みんながいなくなってもきっと気づかないわ。そうかな。見てて。どこ？はあ、おはようみんな。はあ、おはよう。おはよう。昨日の夜はぐっすり。どうしたの？何？レディが行方不明だって？部屋にいないの？ああ、また寝ながら出て行っちゃったのね。探さなきゃ。今の聞いた？ライオンの声。レディを食べちゃったんだ。ライオンじゃないわ。レディよ、木の上よ。起きてレディ。下で何してるの？レディこそ上で何してるのよ。ほんとだ、おろして。遊んでる場合じゃないの。そうだ、木を揺らそう。よいしょよいしょよいしょ。私リンゴじゃないわ。倒せばいいのよ。どうやって？カムロン。完成。遊ぶのは後よ。硬くて歯が立たない。心配しないで。いいこと思いついた。サーカスで見たの。レディー飛んで。うん、私も見たよ。素敵だった。輪っかをくぐってここに着地するの。飛んで。無理よ。本気なの？ベイビーの私には無理よ。うわあ、一生木から降りられないのかな。助けてくれようとしていたのね。気づかなくて本当にごめんなさい。